はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は高校受験対策の C シリーズの第100、3桁でやっていきましょう。で、今回問題8問あります。で、最後は作図なので、みんなも点をね、ABC って、まあなんとなくこの辺かなって打ってもらって、書き方が合ってるかのね、チェックをぜひしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今から自分が全部解いていきますんで、必要なところだけぜひね、聞いていってください。いいかな では早速1番からね解説やっていきますのでどうぞよろしくお願いしますそれじゃ画面下げますのでお待ちくださいよっっはいちょちょ微調整よっしゃーじゃあいきましょうよいしょよいしょ 三桁だって <laughs>。まあ受験対策の指示を始めたらもう結構前なんでね、もう何年もかかっての100本目なんですが、特に100本でやめるつもりもないのでね、ぜひ次回も見てみてください。じゃあまずさ計算から参りましょう。マイナス 2×3 足す2。2大事なことは2つ。まず計算の順序、掛け算と足し算があるので、掛け算が先です。この場合はね、前からやろうとするからまあそんなにミスは発生しないんですが、順序は覚えておきましょう。で、 この部分ね、マイナス2かける3から先に行きますと。で、マイナスかけるプラスの数なので、答えはマイナス。で、2かける3なんで、マイナス6です。つまり、マイナス6プラス2をすればいいから、答えはマイナス4と。これで OK。 で、2番は結構計算ミスが出そうですね。あの、ケアレスミスのね、減らし方結構聞かれることが多いんですが、1番はですね、癖を、えー、把握しておくっていう。自分がどういった問題でケアレスミスがだ出るのかっていう。普段みんなね、勉強していく中で練習してるわけだから、そこでデータを取っておくといい。例えば、自分はね、ず,ずっと昔から分数の時にミスが本当に多いのよ。だから今でも、こうやって分数が出てきた問題は絶対に2回やります。どんなに簡単でも不安だから。 そういった感じで自分が踏んでしまいそうな地雷の部分。ね。落とし穴に落ちそうなところを把握しておくと落ちにくくなるから。そういったのも覚えておきましょう。で、ちょっと戻しますね。これは6を、こことここに分配法則で掛け算します。だから、6 ×三分の二 a これだけちょっと書こうか。ま、あこういう感じね。で、これは6は1分の6なので、こことここが約分できます。つまり、ここ1と2になる。 分母は1で消える。ま、消えるとか1しか残らないので、上が4ウェイ。つまり、まずここは4ウェイですで。で、次、6×-2 分の 3B。これは、マイナス約分すると9が残るので、9B になります。で、次。これ、マイナス1が隠れてると思って、マイナス1を後ろに分配法則配ってください。だから、マイナス1を A に配るので、 マイナス A。マイナス1をマイナス 3B。つまり、マイナスかけるマイナスになるから、ここはプラスですね。プラス 3B と。で、A 同士、B 同士は計算ができるから、4A とマイナス A くっつけると 3A。マイナス 9B とプラス 3B くっつけるとマイナス 6B。これで OK。 すごい細かいことだけど、普段ちょっと字をね、が汚いかなって気にしてる方は、こういうとこ気をつけて。この6と B さ、まあ B をこの形で書く俺も悪いんだけど、結構ね、その66とか B が6って判断されて×食らうっていうのも意外とあるので、気をつけてね。この辺は丁寧に書いておくといい。で、次です。で、これはまあ公式を使えば一発なんですが、まあそっちからいこうか。公式です。で、これはほにゃららの二乗っていうのはまず、 あ、まあ、公式書いておこうか。えー、っと、x-y の2乗。これはよく俺左のパーツと右のパーツ。ま、あこうなんだけどね。っていう言い方があって、まず左のパーツを2乗します。2乗。で、一番最後に、プラス、右のパーツの2乗をくっつけておきます。で、真ん中が、このパーツと、このパーツとこれをくっつける。つまり、x と y と2だから 2xy だよね。 で、真ん中マイナスなので、ここだけマイナスになります。いいかな。で、最後マイナスってミスが起こりやすいんだけど、これ、マイナス Y を2回かけてんのね。だから、マイナス同士を掛け算するんで、プラスになると。まあ、これが公式です。で、これどうぞ、この、このまんまやっていくと2、2ルート3。左のパーツを2乗すると、これとルートあるから、ちょっと書くね。えー2、2ルート3かける2ルート3になります。で、これは、ルートは、外の世界。ルートの外ね。同士を掛け算して、4。 ルートの中の世界を掛け算するんですが、ルートは同じものをかけると、ルートが外れます。なぜかって2乗だから。つまり、ルート3かけるルート3は3です。で、これはもちろん掛け算でつながっているので、こうなる。つまり、試算12ね。つまり、左のパーツを2乗すると、12になります。で、次、真ん中が、2ルート3とマイナス1と2をかける。ので、マイナス4ルート3になります。 で、プラス右のパーツの2乗。1の2乗だから1だね。で、12と1は計算ができるので、13マイナス4ルート3と。これで終了。でね、その受験本番とか模試の時にもちろんものすごい緊張します。で、緊張するとですね、普段楽勝だった公式がパンって飛ぶ瞬間があります。ちなみに私は大学受験の時にそれを1回やって、 え90分だったかな背中に、あの、滴り落ちる冷や汗だけを感じて90分終わったことがあります。そのぐらいに、えー、人ってね、テンパってしまうと、実力を発揮できない時が起こるんです。で、そうするとさ、あ公式ってなった時に、展開はね、もう無敵のあいつがいるわけよ。あいつ。何かっていうと、全部がけです。全部がけ。つまり、これ2乗ってさ、このカッコ2つ分、つまり2ルート3、 マイナス1っていうカッコを2個かけてますよっていう意味なわけよ。2乗だからね。で、こう書き直して2、2ルート3をこことここにかける。マイナス1をこことここにかける。つまり4回かける。全部掛けね。じゃあ全部掛けっていうのは私が言ってるだけなのでみんな使っちゃダメよ。普段。えってなるから。それやったら、まとめれば戻、ちゃんとなるから。いいかもし展開をするときに公式忘れちゃったら全部掛け使いな。ちゃんとカッコを書いて。それで大丈夫だから。 いいね。こういうふうに別ルートの解き方も覚えておくと、えっ、ー、と、当日、試験本番の時に安心材料になりますから、ぜひ覚えておきましょう。で、4番です。で、次の等式を H について解きなさいということで、まあ、こいつについて解きたい。で、こいつについて解きたいっていうのは、ゴールが H イコールホニャララにしたいんです。これだけにしたいね。まず、H 左側に来てほしいから、右辺と左辺。今ね、左辺と右辺ね。 これ、移行って言ってさ、イコールを飛んでくる。移行すると、あの、符号変わるじゃないですか。プラスがマイナスにとかって。でも、丸々ね、左辺と右辺を丸々入れ替えるんだったら、符号変えなくていいからね。こういう感じで。で右と左にあるものを丸々全部入れ替えちゃえば OK。で、今、これちょっと書き直すと、S は上に載ってます。つまりこういう状態ね。3分の S×H。H イコール V みたいな感じ。で、H だけ残したいからさ、3分の S 邪魔なんよね。で、この子にちょっとどいててってしたいから、どうすればいいかっていうと、S 分の3をかけてあげればいい。これ入ってるから。あ、オッケーオッケー。S 分の3をね。そうしただって約分で消えるんだもん。ちゃんとこうやってピッピッピッつって。で、H だけ残るでしょ。ただ、こっち側だけにかけたらもちろんアウト。なので、こっちにも同じものをかけます。S 分の3と。だから、あとはまとめればよくて、ちょっと入らないから、こっち行くね。 h イコール s 分の 3v って。ちゃんと h 分になった、え、h イコールになったでしょだからこれで終了となります。ちなみに、しまった。鬼マークを書くと言ったのに忘れておりました。<laughs> ごめーん。そっと追加していいですかごめんなさい。忘れとったよ。7番と8番鬼でございます。今回ね。 あ、前回撮った動画も忘れたな。ごめんなさい。<laughs> ちょっと気をつけるね。で、次5番行きましょう。で、5番は確か前回の死守、えー、99でも同じタイプあったよね。連立方程式に A、B、そして X、Y が書いてあって、答えが書いてあって A、B 求めなさいっていう問題。で、このタイプの問題は、答えがね、X イコール1、あ、1って、1、Y イコールマイナス1って書いてあるから、それを代入します。 代入だから x のとこに1入れましょう。1入れると上の式はマイナス a。y のとこにマイナス1を入れるとマイナス3イコール2になる。これ前回の動画の問題より簡単なんだよね。なぜかってこれ b なくなってるからこれ計算しちゃえばいい。じゃあさっき計算しちゃおうか。これ計算するとマイナス3こっち持ってくるとマイナス a イコール5。で両辺マイナスの処理をするので。 A イコールマイナス5となります。入ってるかあ、OK ねあ。すぐ出るね。で、一応、下の式にも X に1入れると、2B。で、Y にマイナス1を入れると、マイナス A イコールマイナス1となります。ただ、今回は A がもう出てるので、上の式で。だから A のとこにもマイナス5入れちゃおうぜって。つまり、マイナスマイナス5になるから、ちょこだけ色変えようか。 これを代入しちゃえばいいので、ここプラス5に変わりますと。ね。で、あとはこれまとめて解いていきましょう。えー、っと、一応書か。2b イコールマイナス6なんで、両辺2で割ると、b イコールマイナス3と。こんな感じになります。いいかなじゃあ答えで書変えておこうか。a イコールマイナス5、b イコールマイナス3と。で、連立はいつも、 まますすががが答えが合ってるかのチェックができますとちょっとチェック大変なんですがもともと与えられてるね一番最初の式に x と y、a と b を全部入れます全部代入して式が成り立てば OK ちょっとめんどくさいけどあの付き合ってもらっていい本当は両方やるんだけど片方だけやるね上に行きましょうマイナス ax なんでマイナス a マイナス5と x1 をかけ算すると5かを代入しました5 プラス 3y なんで、3かけるマイナス1すると、マイナス3だね。で、イコール2となりました。これ上の式ね。そうするとさ、5引く3って2になりたってるでしょこれオッケーだよね。オッケー。で、それを下の式ももう一回やって、左側の式と右のマイナス1かちゃんと同じになったら、この a と b 絶対合ってるから。と。っていう風に、やっぱ試験中にね、時間は取られるんだけど、 できたかなって思った問題が絶対合ってるっていう安心感だってこれだけでもさ3点4点5点なわけよねその都道府県によってはだからおっきくないその3点4点5点で何人抜けるんだって話よ試験受けてる方多いからねだからこういうの大事にしてくださいで次6番7番あ最初に説明忘れてるしもあのこれさごめんなさいねもう先言うの忘れちゃったあの書いとくね これ、問題文、6、7つながってたでしょうこれね、つながってるんだ。もともと大問があってつながってた問題ですっていうのをあっ後で編集で入れときます、最初。あの、これからももしか出てくるかもしれないから覚えておいて。線でつながってるときは問題が、もともとがつながってたってこと。だからこれ、6番解いたら、6番の知識使って7番やります。いいかなで、まずは、20以下の、えー、っと、なんだっけ、素数。そうだね、あまあ、20以下の自然数の中で素数が何個あるか求めなさいと。さあ、 ええと、言葉の大事な問題行きましょう。まず、自然数。これ、中1の最初で習うやつですね。意外と忘れます。自然数って何かっていうと。で、これは、正の整数なんて言い方をします。<laughs> ごめん、つまっちゃった。整数ってあるじゃん。整数。これね、整う数ってやつ。で、まず、整数何かっていう確認をすると、俺よく普通の数って言い方をしちゃうんですが、えー、0、 1,2,3, タンタンタンみたいな。しかも 1, マイナス1、マイナス側も OK だよーみたいな。続くけどね、トントントンで。これが整数です。マイナス5万とかマイナス300とかもそう。これが整数で、この中で正の数、つまりプラスの数が自然数って言います。つまり0は正の数ではないので、ここを除いたここです。つまり1からね。1,2,3,4,5,6,7,、はい、っていくのが自然数です。はい、これまず覚えよう。 いいかなで、あともう一個。二十以下です。以上、以下、未満ってね、いろいろ言葉があるんですが、このいっていう漢字があるとき、以上もそうね。以上も。このいっていう漢字は、その数字入りますよのマークだと思ってください。つまり、二十以下って言われたときは、二十が入ります。ワード点線にしときましたが、入るんです。だから、二十もちゃんと考えてねって言ってんの。 じゃあ、20未満って言葉あるね。未満。未満はその数は入りません。だから、20未満の自然数でって言われたら、そもそも20は考えないんです。入ってないから。これは言葉の問題になりますが、数学ではよく出てくるところなので、押さえておきましょう。いいっていう感じね。これがマーク。以上以下は、その数字入りますよっていう。 じゃあ、この中でまあ素数よ。ま、あこれ主役素数な。を考えていくんですが、素数っていうのは、他の数に割られたら合うとって覚えてください。で、まずね、1個、1はもう除外です。これちょっと覚えておいて。1は素数に入らないんです。で、例えば、じゃあ、さっきだ、20でいこうか。20ってさ、割り切れる数ってみんな何がある例えば、2って割り切れるよね。2 0る2って10でぴったり割り切れるし、4でも割り切れる。5でも割り切れるよね。だから、 20、もちろんさ、普通の数って、例えば3とかってあるじゃん。3を割り切ることができるのって自分自身。3る3もしくは1だよね。3る1 1って何でも割り切れるからさ、あいつは強いから。これ、自分自身か1で割り切れる。これは OK なんよ。でも、それ以外の数。だ20だったら、もちろん1とか20でも割り切れるんだけど、四4とか5でアタックされちゃってんじゃないのってやつは全部×です。そいつらが外れます、素数から。 で、小さい方からやっていくと、小さい方はね、素数いっぱいあるんよ。2、3。で、ここが外れます。4が。なぜかっていうと、4は2で割り切れるからです。で、ここで気づいてほしいのが、もしまた1から20全部書いたんだけど、半分消えます。全部チェックなんてしなくていい。半分消えてしまう。なぜか。消すよ。はい、6、8、10、12、14、16、18、20。こいつらはもともと外れます。 なぜかって、偶数で素数になるのは2だけだからです。2はさ、自分自身でいいんだけど、偶数ってみんな2で割れるんだもん。どこまで行っても。6も8も10も12も2で割り切れちゃう。こいつ強いんだわ。だから、偶数外しちゃってください。あとは奇数で考えていく。はい、5も OK。7も OK。ただ、9は3で割り切れてしまうので、3でアタックされたからアウト。 11は OK、13OK、OK、15は3、もしくは5で割り切れるからアウト。17OK、OK、19OK、OK、です。つまり20以下の中で素数になったのは8個になります。えー、答えを書くところ、なぜ私は用意しなかったんでしょうかああ <laughs> ここでわかるかな ?8 個って書いておきます。すいませんでした。8個 で、こんな感じですやってください。素数ね、ぜひ覚えておきましょう。で、次です。二つのサイコロを投げます。で、2A たす B を考えていく。ちょ、書いておこうか。2A たす B。一個目のサイコロが A。二個目のサイコロが B ですね。その 2A たす B が素数になる確率を求めなさいと。で、まず大事なことは、二つのサイコロね、一番よく出てくる確率で。二つのサイコロ、みんな使いたがる、サイコロね。の時は、樹形図を全部書いちゃダメです。 なぜかで、時間取られすぎる。あれ書くと。いや、もちろん余ってる方はいいんだけど、基本的には書かない。でも、なんでかっていうと、二つのサイコロって、分母が決まってるんです。一個のサイコロ6だよね。6面だから。1から6で6。で、それが2個投げてるから66、6636なの。全部で。分母はね。これが分かってるから、答え書くときに36分のホニャララが分かってる。じゃあ、あとは、当てはまる。 つまりこれが素数になる時だけを探しに行こうぜって考えてください。で、どうやっていくかっていうと、まず A の方、左側ね、が1と固定します。A が1です。A が1ってことは、ここ 2A だから、数字としては2をゲットしてます。そこに B を足していくんだよね。何が出るかわかんないから1から6ね。足してった答えが、こいつら、素数になればいいんです。例えばさ、B も1が出ると、 えっと、2a たす b だから2、2たす1で3。素数なってるよね。で、じゃあ2、2たす2はって考えると、4だから素数じゃないよねってあ。そうやって一個ずつ頭の中で考えていくと、次、5になればいいから2、2たす3すれば5でしょで、次、7になればいいから2、2たす6でも、あ、ごめん、2たす6じゃない。おい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 。ちゃうね。5だよね。2たす5でも、7になりますよね。2a たす b。 いいかなこうやって当てはまるだけ考えていきます。次 !A が2が出るとき。A が2ね。A が2が出るってことは 2A なんで、数字としては4をゲットしてます。じゃあ4に何足していくのって。4足す1をすれば5。4足す3をすれば7。次ないんだよね。届かないから次いきます。3。A が3出ると、数字としては 2A で6をゲットしてる。だから、6に1を足せば7ができる。6に5を足せば、 11ができる。13届きそうなんだけどね。でも7足さなきゃいけないから、最高の七7ないんでね。だからいけないと。次、4です。A が4だから、数字としては 2A で8がゲットしました。8だから次11。B が3出ればいい。B が5出ても13まで届く。次はないね。5。2A だから10になります。10だと11と13が届くね。 11と13になればいいと最後6です。6。2A だから12をゲットしております。あとは1を足せば3。5を足せば17まで届くね。19が届かん。惜しい。1と5。さあ、これで、えっと、該当する枝は全部書きました。枝を数えましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。13。分母はは36って分かってるから、36分の 13と。で、必ず約分チェックをします。ただこれ約分がね、できないので、答え、これで OK。という感じで、なります。いいかな。サイコロは2個で出てくるので、分母は36です。で、あとは該当するものを枝をね、え左側が1、左側が2、3、4、5、6って固定して、枝なんかないかなーって考えてやっていくのがいいです。いいかな。さあ、最後、作図でございます。 で、今回の作図はですね、ABC の3点がありまして、AC の中点、これなんだけど、中点とここを結んだもの、この直線と AP ね、直線と、あ、AP、BP だ。BP と AP が垂直になる。まあ2個ですね。2個書けばいいと。じゃあそれぞれ色変えて、書いていきましょうか。で、作図っていうのは中学に入って習っての3つしかないんです。これは概要欄に貼っておきます。 もう、作図苦手な方は、まずここを押さえよう。なんか、いっぱいある気がしてるでしょないんだよ。3つなんだ。作図のアイテムって。で、それをどう使うかだけなのよ。使う場所さえ把握すれば書けるからね。で、まず、AC の中点。このね、中点っていうのを言われたら、アイテムの1つ目。垂直二等分線っていうのがあるの。書き方が。 で、垂直二等分線って何かっていうと、まず垂直だから、垂直な線が書けますよ。もう一個、二等分、二つに分けるんだから、その線を半分に分ける。半分に分けるってことは、中点、ど真ん中が分かるってことだから、中点が欲しくなったらもう垂直二等分線を書けば OK なのよ。いいで、これはね、やらなくてもいいんだけど、俺ちょっと好きなんで書いちゃうね。AC、ここの中点書きたいから、ちょっとね、定規でピーって引いてください。で、これは、 あの、なくても平気です。本当はね。さあ、ここちょっとこれ用のコンパスがないので、書き方の説明だけ口で説明します。みんな、コンパスを適当にちょっと大きめに開いてください。開いたら、ここに刺します。刺して、ちょっと失礼。刺して、見えるかなこうして、こうです。こう。そうすると、後としては、こんな感じのが残ります。で、その、開いたのを変えずに、こっちにも刺して、よいしょ。こっから、こうします。同じ風に。そうすると、 こんな跡が残ります。2個ね。ちょっとこっち薄いな。<laughs> 薄かったわ。こんな感じね。ちょっと曲がってっけど。で、ここの2つ交点ができるんで、ここを定規で結びます。そうすると、ここ。垂直な線だし、2等分の線。つまり、2等分ね。半分に分けた中点が書けるんです。AC の。はい、ゲット。で、この B と今の中点をまず結びます。ちょっと一回黒にしようかな。 定規で、結ぶとでこの上に P、求めたい P はいるんだって。で、直線この BP とこっから下ろした AP が垂直にね、なってる。AP と BP 垂直にしたいんよ。だから、垂線が書きたいんだよね。垂直だから。垂線。はい、これもアイテムの一つです。ちなみにもう一個のアイテムは角の二等分線です。角度を二個に分けるやつ。今回使わないけどね。 で、水線の書き方っていうのは、またね、コンパスで適当にちょっと広めに開いてください。ここに刺します。次、青でいくよ。ちょっと右が足りないかも。入ってるあー、ちょっと突き抜けどね。まあいいや。で、ここに、失礼。刺して、いいかいここに刺して、くるって、くるって、2箇所ね。ちょっと消えちゃった。こういう感じ。ここに刺して、シュッて。 ここに2個、交点ができるようにまず引いてください。そしたら、ここに刺して、刺して、シュ刺して、えっ、ー、と、この辺だから、こうかないい。刺して、シュで、ここを今変えずに、こっちにも刺して、もう一回、シュって、やると、こういう跡ができます。ああこれちょっと曲がっていくかも。で、この点から、ちょっとあれだな。 これはフリーハンドなかなかきつかった。こっから、この交点までを、結んであげると、ちょっと曲がっちゃったけどね。ここに一応、ほんは垂直な、垂線ができます。で、今、ここが垂直になってるから、ここが求めたかった P ってね。書けたぜっていう、ちゃんと P って書くんだよ。ここまで書いたら、終了。っていう感じです。絶対曲がっとるけど、まあ、ちょっと許して。 なので、今回大事なことはですね、まず、えっ、ー、と、作図に関してはさっきも言ったように、3つのアイテムの書き方を絶対覚える。で、中点の書き方とはみんなたまあ、習ってないのよ。垂直二等分線って習っちゃうから。でも、垂直二等分線を書くっていうのは、中点を書けることと同じなんだわ。だから、中点が欲しいってなった時に、あ、垂直二等分線ですねって繋がればアイテムゲットできるじゃんか。そうやって、みんなが習った3つのアイテムを使う。垂直二等分線書いて、あとは、垂線を書けば。 ね、二つのアイテムを使えば書くことができますので、ぜひこの問題の復習もそうだし、概要欄に貼ってある方の作図の三つの書き方ね、そこの動画も見て、作図マスターに一歩ね、近づいていってください。はい、ということで今回はね、死、え、守、ー、の第100回やらせていただきました、えー。変わらず101回またね、撮っていきますので、よかったらそっちもぜひ見てみてください。それでは今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。